本日もお仕事お疲れ様です。ザ・お父さんの秘密基地の K です。さて本日はデジタル企画でございますっていう、これ久しぶりですよね。なんかね、お父さんの秘密基地最近ね、モノ企画、手帳企画って言ってたんですが、2年目ぐらいってね、アナログとデジタルやったんですよね。アナログ系の管理文房具とガジェットって感じやったんですけれども、最近その言い方してないし、そもそもグッドノートとか iPad の企画やってないなと思って、アプリとかだから、ちょっとねこれからは iPad を使ったその思考整理、タスク管理系の話もしていこうと思ってるんですけれども、まあ、今日は iPad というよりかはデジタル管理というところで、まあ、やはり普段僕手帳の発信してますけれども、周りを見てみるとほとんどの方がやはりアプリのカレンダーを使ってタスク管理されている方多いと思います。いろんな素晴らしいアプリがあります。僕もノーション使ったりしてるんですけれども、結局一番無料で簡単で見やすくて使いやすいのって、そう Google カレンダーなんですよね。今日は僕が、まあ、新人研修するときってスケジュール管理から僕入るんですけれども、その時に教えている Google カレンダーの活用方法、使い方をギュギュッとコンパクトにしたものを皆様に紹介していきます。というわけで本日の企画はこちら、仕事の生産性がアップする Google カレンダー徹底活用テクニック2025ということで、まあ、2024からでも使えます。ぜひ今日の内容が皆様のスケジュール管理のお役に立てれば嬉しいです。それでは行ってみましょう。それでは実際に Google カレンダー使っていきましょう。まずは、まあ、パソコン、iPad など皆さんがお好きなデバイスで Google カレンダーを開いてください。まあ、個人的にですね、カレンダーは、まあ、ノートパソコンやパソコンですね、大きいモニターか、まあ、スマートフォンでもチェックできますけれども、iPad ぐらいのタブレットのね、サイズがあると、スケジュール管理はかなりしやすいと思います。で、今回は僕がまあ新人研修の時によくやり方なので、完全まっさらな状況からスタートしていきます。はい。Google カレンダー別に解説しなくてもほとんどの方見たことあるかと思いますが、まあ、パソコンの場合はですね、この左側にまあ今月のカレンダー。で、この月の横にある矢印を押すとですね、まあ来月、翌月のカレンダー見ることができます。複数アカウントある方は、そのアカウントごとに表示できる内容を、まあここチェックボックスで設定することができます。メインの月間ブロックのところも同じですね。上に2024年11月とありますので、まあ、その左側にある矢印をクリックすると12月、翌月ね。で、もう一回クリックすると1月みたいに、こう、遡ったり進めたりすることができます。で、ここ、一番右側ですね、ここに月と、日、週とかあります、年がありますので、これ週押してしまうとウィークリーの、ね、スケジュール帳というかデザインに変わって、日を押すとデイリー、そして月を押すとマンスリーみたいに、通常のカレンダーであればリフィルをいちいち切り替えないといけないところをワンクリックで表示を変えることができる。これぞデジタルアプリの、まあ、メリットの一つですね。ここすごく活用していきます。で、まあ、自分のアイコンがあって、パソコンの場合はその下に Google Keep とか To-Do List とか、あとはマップみたいに Google のアプリをいくつか連携させていくことが可能になっています。Keep クリックするとこのように Google Keep で、まあ、打ち込んでいるメモとか To-Do List を表示させることができます。パソコン版の Google カレンダーでやると、こういった Google Keep やリマインダーの設定とか連携が非常にやりやすいので、まあ、iPad とかも便利なんですけどもね、がっつり何か予定スケジュール組みたいってなった場合は、個人的にはパソコン版の Google カレンダーおすすめしております。それでは実際にね、スケジューリングしていくんですが、せっかくなので、もし皆様が僕のね、新しい組織のメンバーだったとして、まあ、そんな気持ちでちょっと語りかけていきますので、一緒にちょっとやっていければと思います。はい。じゃあ皆さん、まずはですよ。はい。お疲れ様ですと。今から予定立てていくねんけれども、大事なのは仕事よりも、まず休むことね。自分がちゃんと休める日に休んで、その日に映画見に行ったり、家族とご飯食べに行ったり、のんびり一人でどっか出かける時間があるから仕事って頑張れるから、もう仕事のスケジュールなんかどうでもええって言ったらあかんけど、大事やねんけれども、その前に、まずは自分がちゃんと休める日に、まず印入れていきましょう。
ということで僕は絶対にスケジューリングするときにですね、休みの日からスタッフには入れてもらいます。まあオフとかでも構いません。ご自身で予定決まってる場合はね、家族旅行とかも書いてもいいんですけれども、今回ちょっとオフで行きます。色は別に何でも構いません。これ後でやりますので、よっしゃ、まずはですね、自分が休みの日ちゃんと入れていくで、うちは、隔週で週休2日制になる会社だからとかもあるかもしれませんが、ご自身でどの曜日休むのかをこのように打ち込んでいきましょう。オフ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 って感じですね。土曜でこっちにしましょうか。このあたりは皆さんの予定でいきますので、バラバラだと思いますが、このように入れていってください。ここも入れようかな。はい、こんな感じかな。今入れたのがね、土曜日と土日、日曜日土日みたいな感じかな。で、入れた後いつも言うのが、オッケー入れれた。ちょっと待って、これ公休の数足りてないことない？ありますよね。仕事をしているとですね、自分が出勤しすぎて本来休まないといけない日が休めてないケースがあったりしますので、そうなったらこうなります。オッケー、わかったわかったと。じゃあどの日、この日休日出勤してくねな。じゃあどっか他にも休みの日を絶対決めとこってことで、うちはいわゆる代休っていうものを僕は必ずその段階で決めます。はい、本当は16日休めるはずだったのに、仕事出てくるってなったんだったらどの日行ける、じゃあ、5日にしようみたいに、仕事のスケジュールを一緒に組む前に、まずそのスタッフさんのその月の休みの日の確定から入ります。これ OK ね。じゃあ確定になったら、はい、色決めましょう。僕はですね、だいたい色分かりやすく赤にすることが多いので、クリック、右クリックしていただいて、まあ、赤色このように選択していきます。はい、お休みがね、確定で絶対日曜の場合は、もう毎週日曜日休みという設定でもいけるんですけれども、今回ちょっとその技使わないでおきますね。はい、これで2024年11月どの日が休みなのかが明確になりました。まずは休みの日を決めた後にいろんなことをやっていきます。OK、 じゃあ休みの日決まったよね。それでは次は今月のマンスリールーティン業務を入れていきましょうということで、皆さんの会社でもですね、絶対毎月発生することって あると思うんですよ。小口現金の回収とかあるでしょ。回収とか、あとは金貸の締め作業とかあるかもしれませんね。金貸締め作業ですね。あと会社さんとか業界によっては、もしかしてサービス業の方であれば、毎週週末の、まあ、備品発注っていうのをですね、この段階毎週金曜日にやりますよってあるかもしれませんね。はい、あとはいつも毎週一発目の月曜日は経営会議が入っていますとかね。で、だいたい真ん中の水曜日には、月例会があります。はい、月例会があります。はい、こんな感じですね。第3週の火曜日は SNS を更新する日だとマンスリーとして決められていますみたいに、このように休みを確定した後は毎月固定で発生するような、いわゆるイベントごととか、やらないといけないトゥードゥをカレンダーにこのように打っていきます。こんな感じですね。はい、今この段階で赤色は休みの日、青色はその毎月絶対だいたいその曜日に発生するマンスリーのルーティーンというのが確定しました。はい、このマンスリールーティーンというのは毎月予定で決まっているものね。年間でいくと、例えば運動会とか懇談会とかもそうかもしれません。まあ、他にも例えばこのケースもありません。11月の最終週は毎年集客のキャンペーンやってますとかも、こういったこともあるかもしれませんよね。年間行動計画表とか見たときに、いわゆる書いているものを打ち込んでいきます。で、この後自分がやらないといけないことを書き込んでいくんですけれども、ここで大事なのは、まずやってほしいのは時間が確定していることね。例えば何時から何時までアポがあるよ、何時から何時までは店舗のヘルプに行くよみたいに、いわゆるこの時間が確定しているイベントを先行して打っていきます。個人的にやらないといけないこと、トゥードゥっていうのは後回しにします。まずちょっと予定入れていきますね。
で、ここで注意してほしいのが、例えば11月を7日にね、14時から打ち合わせがあるときを皆さんやってしまうのが、まあ、1400ミーティングみたいな、こんな打ち出し方わかりますか？色ちょっと変えましょう、黄色にしましょう。こういった書き方される方が多いんですよね。2時からミーティングがあるよっていうのがわかるんですけれども、この打ち込み方してしまうとね、ちょっともうちょい詳しく見ましょうか。11月の7日をですね、デイリーで見た場合どうなってしまうのかというと、はい、こんな感じ。上のこれ2時から一応分かるようにはしてるんですけれども、この打ち方では終日イベントとして認識されてしまうので、この横着をやってしまうと Google カレンダー後で結構大変になります。だからここは横着せずに、ちゃんと自分が発生する時間までこうね、マウス持っていって2時からちゃんと終わる4時まで、このように時間指定をしてミーティングがありますよっていうことで色も変えておきます。これがとても大事になってきます。ちゃんと自分が始まる時間、終わる時間を打ち込むということですね。これをやっておくと、ここ7日のね、表示が変わりました。終日の打ち込み方をしてしまうと、もう一回やりましょうか。1400ミーティング、手帳ではよくやる書き方なんですけれども、 Google カレンダーでこれやってしまうと表示が全然異なってしまいますので、おすすめしません。はい、まず自分が確定している時間帯のトゥードゥとかイベントを、この正しいやり方で全部打ち込んでいきます。ちょっとやってみましょう。はい、今少しこれ打ち込みました。先ほど黄色にしましたが、少し見づらいので緑色にしております。また習慣で見た方がここから説明しやすいので、全体の表示をですね、月ではなくて、週に今から切り替えてお話ししていきます。赤色が一番最初に入れた自分が絶対休もうと思う日ですよね。そして青色というのが一番最初に入れたその月発生するマンスリーのこれまイベントごとになっております。そしてそこ打ち込んだ後に、今予定としてこちら入れていった緑色は、すでに1週間で固定されている自分の力ではどうにもこうにもコントロールできない決まっている予定というやつですね。これマンスリーのルーティーンではないんです。どちらかというとはウィークリーとかにはなってくるんですけれども、例えばヘルプ依頼されてるとか、月例会があるとか、商品開発会議があったり展示会があるみたいに、毎月発生しているものではないけれども、1週間で見た時に、まあ、すでにこうね、予定が埋まっているものあるかと思いますので、これをこのように打ち込んでいきます。で、さっきも言ったみたいに、時間が設定されているものを横着して打ち込んでしまうと、週とかデイリーの、まあ、デザインで見た時にこういった帯で見ることができませんので、必ずですね、ここはちゃんと時間をね、設定していってください。この時も注意しないといけないのがね、例えば15日の金曜日って僕店舗ヘルプ午前10時15分からってこれなってるんですけども、本当はこれね、10時のケースってあるんです。適当にこうやってしまうとですよ、はい、一見そのあたりちゃんと詰めれてそうに見えるんですけれども、時間がずれてるケースがありますので、まあ、ここも横着せずに、ちゃんと何時から始まって何時に終わるのかもちゃんとこのように打ち込んでください。で、この後なんですけれども、次行く前にチェックしてほしいのは、例えばですよ、まあ、A 社 B 社 D 社とか訪問今入れてるんですけれども、先方さん、クライアントさんが自分のところに来る場合は自分の移動時間がないんですけれども、こちらがです、逆に行く場合って絶対移動時間がありますよね。移動時間ちゃんと書いておいてください。はい。1時間かかる場合は1時間ここに移動って書いてても構いません。うん、はい、移動ね。ここに移動と打っときます。移動はまあ色は別に分けててもいいです。ここを黄色にしましょうかって、帰ってくる時も移動って打っておいてくださいね。はい、こんな感じですね。こんな感じ。はい。D 社行くときもそうですね。だいたいまあ、ちょっと移動がかかるから移動時間入れときましょう。移動はまあ、ざっくりで構いません。どれぐらいかかるのかってその時によって変わりますし、その距離によっても変わってきますので、このように打ち込んでおきます。はい。こんな感じですね。これ今何をしているのかというと、要は順番ね、休みの日を決めましょう、マンスリールーティンを打ち込みましょう、ウィークリーでも自分ではコントロールできない時間を打ち込みましょうみたいに、徐々に外堀から自分でコントロールできない時間を消し込んでいって、言い方変えれば自分が自由にできる時間がどこに空白が存在してるのかを視覚化する作業をしていってます。最初って自分がやらないといけないトゥードゥーからやりがちなんですけど、逆なんですよね。一体自分が今どれぐらいの時間
自由にできるのかの把握がとても大事になってきます。でここまでできたらようやくでございます。ようやくここまで埋め込んだらようやくパソコン版であればトゥードゥーリストをしていただいてタスクを追加ってところに自分が何をしないといけないのか普段皆様が手帳とかノートに書いてる細々としたタスクをここに書いていきます。例えば経営会議の資料を作らないといけないとか報告書作らないといけない、展示会の準備しないといけない、アポするための見積もり書作ろうとか、ここには書いてないけどやることってたくさんありますよね。メールチェックとかそういった細々としたものをですねタスクに全部打ち込んでいきます。まだ予定書かなくていいです。自分が何をしないといけないのかをまず書き出していきます。今はこれ右側のマイタスクにですね時間はまず未設定で箇条書きでどんどん打ち込んでいきました。はい、自分がこの週ですね11月の10日から16日の1週間で何を大体しないといけないのかどんどんこのように書き出していきます。で書き出していくうちにいろんな気づきが出てくると思います。例えば、ここの上にあるですね展示会備品買い出しってありますよね。これはい、これでもあ何買わなあかんのかってなってきた詳細クリックしていただいてここに必要なものを打ち込むだけですよね。アクリルパネルとかね、あとは何か名刺発注配らなあかんから発注しとかなあかんなみたいな出てきますよね。こういったものを追加タスクとしてこの中に打ち込んでいきます。付随するものは大カテゴリーの中に入れてしまってそうじゃないものはどんどんこう書き出していくんですね。でちょっとここで一度止めときましょう。はい、今この段階で赤色は絶対休む日、青色はマンスリーで固定化されているイベント、緑色は自分の力ではコントロールできないすでに確定している予定、黄色も同様その緑色に付随して自分ではコントロールできないような、時間帯になっております。この残された白のこの隙間の中で今右側に書いたタスクをパズルのようにこうはめ込んでいきながら何時にその作業をしないといけないのかを固定化していく感じですね。これを最初から何の根拠もなくとりあえず展示会のスタッフ確認をこれを火曜日の3時からやっておこうみたいに先に自分の行動を入れてしまうとこれ会議とダブルブッキングしてたとか結構あったりします。僕がよくやってるのはスタッフにじゃあ経営資料を作るんやねと、これまず一番最初にだいたい何分かかるのかざっくりでいいから自分の中で数字書いときっています。経営資料まだ慣れてないから2時間ぐらいかかりそうですねとかね、 A 社の見積もりはだいたい30分でいけます、報告書は結構数字チェックが入るから60分ぐらいですかねとかね。で、買い出しはちょっと別かな、次回のスタッフ確認であれば10分でいけるから、このあたりは経験値によって変わってきますがざっくりと自分の感覚で構わないのでこれ売っていくわけですね。議事録とか結構チェック入るから手間ですよねとか60分ぐらいかなみたいにこう書いときます。パネルは結構ねデザインかかるから2時間かかるねとか、プレゼン資料も結構メンバーチェックがあるから2時間ぐらいかかるよねとこう打ち出しました。はい、すると今これ右側にその週に自分がやらないといけないこととそれやらないといけないものに対してだいたい何分間必要なのかがこれ映ってる状態なんですね。さあじゃあこれをですね自分の中で横側に入れていくわけです。例えば経営資料120分って書いてますよね。で本来これカレンダーはですねマイタスク、これクリックしてドラッグすると任意の場所に移動させることができるんです。こんな感じでほらいけるでしょ。じゃあこれで貼り付けたらいいやんと思うかもしれませんが、どの時間帯からそのタスクをやるのかの設定は可能なんですけれども終わり時間の設定ができないのでこれ僕はお勧めしません。はい、だから自分の中で決めます。はい、この2時間使おうと思ったらここね、この2時間を使ってですね経営資料を作るってなったら手間かもしれませんがここにもう一回自分のタスクを打ち込みます。はい、経営資料を作る、はい、作る、こんな感じですね。で、色決めましょう。例えば何にしましょうかね、ラベンダーにしようかな、こんな感じ。はい、入れました。このように右側にあるタスクをどの時間帯にやっていくのかを全部ここで固定化させていきます。ちょっとやってみましょう。はい、今右側に打ち込んだタスクをですね自分が予想した作業コースを元に全部左側に反映させました。はい、今どうなってるのか、赤色自分が休む日、青色は
マンスリールーティーンのイベント、緑色は自分ではコントロールできないイベント、黄色はそれに付随している時間が縛られている時間、そしてこのラベンダー色というのが自分がその週マイミッションとしてやらないといけないトゥードゥを打ち込んだ時間となっております。でこれね、打ち込んだ時にですね、ちょうどこのね展示会の備品の買い出しって時間指定してないから入れてないんですね。まあどうしよっかなーってなったら、この移動中に買い出し帰りに行ったらいいよねっていう気づきがあったら、もうこの後に買い出し行っとこかみたいに、もう展示会の買い出しをここに掘り込むことができるわけですね。展示会の備品買い出し、はい、こんな感じですね。はい、みたいな、考え方もできるようになります。はい、でこれが基本的にですね、すべてを行動を打ち込んでいって出来上がったその1週間であったりデイリーの設計図になってきます。でこれができた時に皆さんチェックしてもらいたいのがですね、ここ白ちょっとね色変えましょうか。余白という言い方しようかな。色はちょっと分かりやすく、ちょっと未開色にしましょう。ちょっと赤とかぶって申し訳ない、と見え方が赤色と似てて申し訳ないんですけれども、このね余白がどれぐらいあるのかを次チェックします。これ余白ね、ちょっと余白もこのようにやっていきましょう。この余白時間というのがめちゃくちゃ肝になってきます。このね余白時間というのは、まあ、基本的には自分が、まあ、出勤している時間帯で構わないんですけれども、このように打ち込んでいきましょう。余白時間ですね。はい、この余白時間は決してここに打ち込む必要ありません。ちょっと今回は説明するためにやってますので、もし皆さんが同じくこのやり方をですね、会社のスタッフさんにやってみようと思った場合は、まあ、説明するときにこのやり方で説明してもらってもいいかもしれません。まあ、手間かかりますからね、ここは割愛してもいいんですけれども、はい、このように余白時間を打ち込んでいきます。はい、余白時間ですね。で今これで余白時間が明確になりました。この余白時間何をしてほしいのかというと、もうズバリ来週再来週1ヶ月後3ヶ月後、長期ビジョンですでに数ヶ月先の予定とか行動計画を先に考えておくのがこの余白時間です。はい、それはもちろんもうどの時間どの余白時間も半年後のことを考えとけってわけでは決してありません。もちろんそうではなくて、明日明後日のことでも構わないんですけれども、ドタバタせずに今自分がどんな状態なのか、何に向けてやってるのか、進捗どうなってるのか、この先どんなことが発生するのかのビジョンをしっかりと明確に考えていくというのがこの時間のポイントになってきます。なので皆さんね、立てた時にこの余白時間が全くないような色になってた場合は要注意、キャパオーバーする可能性があります。今日は説明用に余白作るようにこう打っていったんですけれども、ぶっちゃけこんな余白がないケースもあると思います。いやもうそんなん頼まれた仕事とか訪問が多すぎて全然自分時間なくて、本当ラストの数時間しかないんですよってのもあるかと思うんですよね。要はですね、自分のその気持ちの持ちようとかモチベーションテンションと余白時間がどれぐらいのバランスで存在しているのかを確認しておくんです。これをやっておくと、だいたい1週間に何時間余白時間があれば自分のモチベーションは耐えてキャパオーバーしないのかが分かるので、翌週とか再来週の予定を組んだ時に、おっとこの色の配置やったら多分キャパオーバーすんなって事前で分かってくるから予定変更をかけれるんですね。自分の普段のこの動き方と余白のこのバランスがどうなっているのかを結構初期の段階で管理できてると、仕事ってうまいこと進めることが多いです。ただしなんですよ皆さん、実際余白時間があった時何やってますか？まあ、未来のことを考えてる方いいんですけども、いやあるけどもなんかやってんなっていうのが仕事なんですよ。あれって例えば13日とかであればね、月例会があったな、その後余白があって D 社に向けて行ってたけど、あれって11時半からのここのこの余白ってここね何してたやろ、いやなんかしてんねんっていう、このなんかやっとったって塵も積もればやばくなるやつな、やばなるやつなんですよ。この計画性のないタスクってやつですね。何でもかんでも計画通りに行けるわけじゃないんですけれども、この貴重な時間を自分何やってたのか、それが突発的なトラブルやったのか、なんか何もこう時間も制限ないから、なんか掃除しとこうとか、なんかしとかなあかんなっていうのでこまごました、あまり自分のこの思いが乗ってない仕事してないのかっていう確認がとても大事で、
人間こう空いた時間があるとちょっとゆっくりしがちなんですね。ぼーっと大事なんですけれども、ぼーっとするんであればもう確実にね、今回の予定は僕休み入れてないんですけど、休憩時間入れなダメなんですよ。ぼーっとすんのはそこ、それ以外は学校の授業中と同じみたいに絶対動き続けないといけないんですよね。仕事が忙しくて休憩が取れへんねんって言ってる人に限って、本当は余白時間がこうやって存在しているにもかかわらず、そこで意外と自分がやるべき仕事が不明確な状況でやっちゃって生産性が悪い、ダラ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 仕事して、結局あれこれって残業になってるよねってのが多いんですよ。本当はちゃんと余白時間を使うことによって集中すると休憩も取れるし残業せずに帰れるはずなのに、ここをなんかよくわからん仕事に振り回されたりとかやってしまってるからクオリティが低くなるわけですね。だから全部組んだ後、余白時間実際自分何やってたんだろうっていう管理がとても大事になります。そして最後ね、これはあくまでも最初の訓練だけなので慣れてくるとこんな色分けせんでもいいんですけどね、はい、よくやるのが報告書書くのがテーマとかフォーマットがないってのであればね、もうこの、例えばいきましょう、この火曜日12日、一応まあ終わった時間のね下に時間ありますで、それが全部終わったらこの火曜日にですね、自分がほんまにやった時間に何をやったのかを自分への報告書も兼ねて書いておきます。色はもうね何色でも構いません。このように、例えば思い返していくんですよ。朝来て9時から10時まで例えば掃除やっとったなとかね、これですね。でその後に、ちゃんとここは、プレゼン資料の資料作成したよな、作成したような、こんな感じですね。資料作成したような、色も変えていきましょう。資料作成したような、この後な、ね、なんか何やってったよ、なんかデスク周りのなんか掃除しまたしとったなとか、例えば掃除しとったな、なんかどう掃除しとったな。でこの後は経営会議やったけど、ちょっと3時15分ぐらいになんか早終わったな。でここに余白時間がいっぱいあったけれども、ここなんかスタッフとなんか喋っとったな、終わってから喋っと談笑してたなとかね、やったことをログとしてしっかり打ち込んでいきます。こんな感じね。でやると予定通りに進んだのか進まなかったのか、貴重な余白時間一体何やってたのかも出るから、振り返った時にマジで自分無駄な時間過ごしてんなとか、いやちゃんとできたな、今日はクオリティ高かったなってジャッジができるんですね。これ1日経ってしまうと忘れるから、もうカレンダーで打ち込んどくんですよ、バーッと。でこれを繰り返していくうちに徐々に自分のキャパであったりコントロールが上手くなってくるから、こんなにログ残さなくてもこんなに色分けせんでも一番最初のバージョンですよね。本当にもう余白時間消してしまう、ちょっとやりましょうか。一番最初にやったみたいにこの余白時間が消えてしまってる、ちょっとすっきりしたこのバージョンで、だいたいああ今日こんな感じやからタスクこれやっとこうかって決めれるようになるわけですね。このように Google カレンダーは大きいところからデイリーのに落とし込んでいきながら、自分がやりたいことは何なのか、いつできるのか、実際入れてどれぐらい余白があるのか、本当にそれ通りにいったのかを、特にスケジュール管理タスク管理が苦手な方は手間かもしれませんが、ちゃんと見つめ直したサイクルでやっているとですね、どん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 仕事って上手くなっていきますので、ぜひこういった考え方で自分の行動を分析してみてください。はい、というわけで今日は Google カレンダー徹底活用術ということで、まあ、僕が教えているまずスケジュール管理とかタスク管理作業コースとか全体的に理解するための一連の流れでした。いかがでしたでしょうか。何か新しい発見があったら嬉しいですし、これが慣れてきたらリマインダー機能とか Google Keep とかいろんなアプリをね、とかプラグイン入れてもっともっと Google カレンダーってうまく活用することができるかと思います。色分けしたり作業コースがどれぐらいかかるのか視覚的にチェックすることによって、自分のキャパであったり中長期のスケジューリングってうまくなっていきますので、ぜひ、どのアプリ使ったらいいのかわからないな、手帳買ったけれどもなかなか使いこなせないと思っているあなた、 Google カレンダー無料で今すぐできますので、よかったら使ってみてください。というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。